はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。和田だよ、本日もよろしくお願いします。本日はスーッとミントの香り、ふわっと柔らか和スイーツということで、こちらセブンイレブンより、8月28日に発売、北陸中京近畿は9月4日に発売される、モッツロチョコミント、はい、こちらご紹介したいと思います。こちらとろける食感の餅生地の中にチョコチップ入りのミントホイップクリームが入った洋風大福、チョコチップの甘みがミント爽やかを引き立てますという商品です。はい、まあ、こういう風になっております。はい、こういう風ですね、なっております。まず乳成分と、まあ、ゼラチンが入っているという感じですがね。はい、じゃあ開けてみたいと思います。このね、このチョコホイップとチョコチップが入っているということですね。はい、そして開けると、はい、こうなっております。なんか前も見たような感じするけどね。でも一応これもちとろだもんな。はい、ではいただきます。一口でねガブって消しましたけど、あ、抹茶かの時は、うん、うん、チョコミント、うん、ね、チョコが入って、ね、チョコチップが入ってますね、ここね、うん、美味しい、うん、そんなね思ったほど、うん、チョコチップが入ってるわけじゃないですね。うん。うん。あのチョコチップがね、まあ、チョコチップ、チョコミントが嫌いな人もいるかもしれませんけど、うん。あ、これ一個139キロカロリーと、うん。手軽にね、うん、あ、乳成分と大豆ですね、うん、あ、これね意外と美味しいよ、うん、いや、うん、まあ色がねどうかなと思うんですけど、ね、着色はね。うん、でもあのはっきり言ってとろけるあの餅食感の中にミントが入って、もう、うん、もちっと中入ってるともちっとしてんだけど、中はもうとろっとして、あー、チョコの爽やか、ミントのミントとチョコのチョコの甘さがふわーってきて、うん、とってもあの斬新なお味を美味しいんで、ぜひね食べてみてはいかがでしょうか。セブンイレブンで販売しています。うん、さあ、この動画がね、面白いな、ためになるなって方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして関連動画の方もこちら、見ていただければ、また喜びますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあね。